おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム最終章前編やっていきます。前回ね、カンナちゃん、レコさん生存ルートの、最終章前編 A、B パートをすべて終了いたしまして、今回からソウくん、アリスさん生存ルートで、このね、スチーム版君が死ねの方でやっていこうかなと思っております。ついに移行したよ、よろしくお願いします。まあゲーム集まるがね、終了するまでまあもうちょっと時間はあるんですけど、多分その間に最終章前編 AB 取り切れない可能性があるし、ちょうどね区切りもいいってことで、今回からこのスチーム版の方でやっていこうと思います。じゃあまずチャプターだね、プレイするプレイを開始するチャプターを選んでください。最終章前編 A パートからだね。はい。ああ、こんな始まり方でしたな。やあ、聞こえているかい？これあれだよね、きっと緑なんだよね。聞こえてません。こりゃ参ったな。そろそろ知りたいんだ。スルーされちゃった。君が関わったあのデスゲームについてね。そんなに小難しい話じゃないんだろ？お願いするよ。まあ、記憶をたどりましょう。ありがとう。いや、こっちね、大変なことになってますよ。サラちゃんが闇落ちルートですからね。普通の女子高生、地道院サラと親友のタズナジョー。二人はある日突然、残酷なデスゲームに巻き込まれた。恐怖に負けず、他の参加者たちと協力する道を選んだが、高校教師、三島和美が最初の犠牲者になってしまった。もう殺し合いは止められない。残酷な多数決によって、主婦、佐藤海は死亡し、そして、親友のジョーも、運命に抗えず死亡した。ここ、来る、来た、イエーイ。サラは幻影に心を侵されていった。心が壊れていく中、脅威は続く。さあ、ここで質問だ。ここですね。死亡したのはどっちだということで、前回は、アリスさんが死亡したというふうに選んだんですが、今回、ヤブサメレコが犠牲になった？はい。その通り。犠牲になったのは、シンガーソングライター、ヤブサメレコだった。どんなに脱出の希望をつかみかけても、敵は命をかけてそれを阻止する。再び始まったメインゲームで、美大生、絵心なおは死亡した。さらにここで質問だ。ここですね。死亡したものはどっちだ？カンナちゃんか、ソウくん、選びましょうということなんですが、ここなぁ。ちょっとカンナちゃん生存ルートをプレイした今だからね、もうネタバレとか気にしないで喋ペペペ。もうネタバレとか気にせずに喋りますけど、ここの二人兄弟なんかいと。いや、そんなんさ、二章のさ、後編見返したら泣くよね。自分の動画見てめっちゃ泣いたもん。はい、カンナちゃんが犠牲になりました。ソウ君は怒りに打ち震えていますよ。よし、よく覚えているね。犠牲になったのは女子中学生、木槌カンナだった。そしてカンナを守れなかった日和ソウは強い憎悪をサラへ向けた。悪意を持つジョーの人工知能によってサラはジョーという存在そのものを忘れてしまった。デスゲームはまだ終わらない。残り6人。うわ！女！サラちゃん1人！今気づいた！はえー！力強すぎるな。なんだろう。何か忘れてしまっている気がする。とても大切なものを。ねえ、刑事さん、
教えてください。大丈夫。君は普通だよ。本当に？お前さんは疲れてるんじゃ。少し休めばいいぜよ。九太郎さん。うん。頭はとてもすっきりしているんです。ふん。なら気にすることじゃないだろう。でも、覚えていたいんです。ここであったこと、すべて。ナオさんやカンナ、犠牲にしてしまったみんなのことも。一体、私は何を忘れて。なら、立ち止まって考えちゃダメだ。進もうよ。もう誰も死なせないために。ね。はい。君が死ね、多数決デスゲーム。はあ、やっぱり覚えてませんね。というか、みんなも、無理してサラちゃんにジョー君のことを思い出させようとはしないよね。まあ、そうよね。忘れちゃダメだよって言ってくれそうなのは銀くんくらいかなーって思う。なんか。それか、そのソウくんが、忘れちゃったみたいだけど、君は大切な親友を殺したんだよって、サラちゃんに対する憎悪を向けてくる可能性はあるけどね。ただ、大人組？それこそ、まあ、アリスさんもそうだし、うん。ケイジさんや九太郎さんなんて特にそうだけど、大切な人を失うことの辛さっていうのは、まあよくわかってる人たちだと思うので、うん、そういう風に、なんか思い出せよって言ってくるような人たちじゃないなと思っている。今のところね。皆さん、間もなくこのフロアは閉館となります。あと5分ほどです。上の階へ進まないと首輪が作動しますので。わかった。失礼します。まずいぜよ。早いところ行かねえかじゃ。もうあの男を待つ必要はないだろう。アリスさんさ、久しぶりだからさ、どうしようかなと思って、車田さんと若干声が被ってるような気がしているんです。私のね、男性ムキムキキャラのレパートリーが少なくて、なかなかやることないからね。だから、ちょっと声高めで、小馬鹿にしたような喋り方をするのがアリスさんで、ちょっと声低めで、人を小馬鹿にしたような感じで喋るのを車田さんにしようと思います。どっちも人を小馬鹿にするのは変わらないっていうね。なあ、もし置いてって死んじゃったら。ありえないな。むしろ、もう先に行ってるんじゃないか。一体、どこへ行ってしまったんだろう。ああ、そうくんの話ね。まあ、しんくんのことね。私たちと顔を合わせるのが嫌なのかもしれない。いや、私たちじゃなくて多分、サラちゃんと顔を合わせたくないんだと思う。わかったわ。僕が探してみるにゃ。だから、待ってあげてほしいわ。ああ、嗅覚で探すのかな？耳とか嗅覚でな。あ、ただあれだよね。銀くんもさ、カンナちゃんにね、投票してるんだよ、確か。バケツ女に投票したわんって言ってた記憶がある。やわー。大丈夫かな？やめなさいよ！私たちがわがまま言ってるみたいじゃない！騒がしいね。どうかした？みんな。そうくん。そうくんが生きてる！すごい、なんか、あー。嬉しい。サラちゃんに対して二章後編でしたことに対しては、もうね、復讐が復讐を呼ぶじゃないけど、ね。そういう感じになっちゃって、復讐は何も生まないよって思ったけどさ。それでも私結構そうくんのこと好きだったからさ。いや、嬉しいわ。カンナちゃんとレコちゃんがいないのはすっごい悲しいけど、そうくんもアリスさんも生きてる世界線がちゃんとルートとして存在するっていうのがなんか嬉しいわ。ああ。そう。ずいぶんギリギリじゃないか。笑顔で迎えてよ。僕らは仲間でしょ。笑顔なんか、
できるわけねえぜよ。え？僕は笑顔だけどな。ほら。やめろって！貴さんが守ろうとしたものを、俺たちは！何それ。何それって。ああ、カンナのこと？まあ残念だよ。あのメインゲームで、カンナはせっかく身代わりを手にしたのに。僕を選んで、一緒に勝ち抜けすることができなかった。利用し損なって、残念だよ。虚勢だな。何がおかしいの？哀れだね。もしそんな世界があったなら、カンナちゃんが選ぶのは、君じゃない。サラちゃんだ。うわぁ、残酷だよ！刑事さん！自分が選ばれるとでも思ってたのかい？いやぁ、この6人ちょっとギスギスしちゃいそうですね。邪魔だ、刑事！そんなこと、わかってる！わかってるさ！どっちにしろ死ぬ運命だって笑いたいんだろ！払えばいいさ！僕は！いい加減素直になれ。そう。君は命がけでカンナちゃんを守ろうとした。自分の命すら捨てて、ね。その行動は理屈じゃない。心の叫びだったんだよ。君の。実の妹に対するね。そして俺たちは、それを妨害した。殺したいほど、憎んでるはずだ。それでも、協力し合わないといけない。カンナちゃんは、それを望んで。話にならないね。もういい。早く次のフロアへ行こうよ。そう。おかしいな、刑事さん。議論の時のあなたは、僕に死んでほしいと思ってたように見えたけど。今はもう、違う。わからないな、あのソウという男が。ただ、必死だっただけにゃ、きっと。まあいい。必死なのは俺たちも同じだ。死なないためにも行くぞ。次の階へ。行くしかないですね。ああ、セーブ全部ないよ。そりゃそうだわ。初めてのセーブ。さあ、ついに始まってしまいましたが、結構最初からギスギスしてんね。で、ここから多分、緑と会うことになるんだけど、ソウ君どういう反応するんだろうね。絶対顔真っ青だと思うけど。で、ビクビクするんじゃない？ひよりくん、って。それも見たい。大きなドアがある。っていうかあれだよね、シン君の AI と、ソウ君が出会ったらどういう感じになるんだろうね。あれ？この先でいいのか。うん、入ろう。で、また天国みたいな道に続くんだよね、きっとね。前入った部屋とは別の場所だ。もう、なんじゃこの空間は。今さら驚くことじゃないわ。ただの映像だじゃん。銀が擦れた大人になっていくぜよ。こんな会話もあったな。辛い。階段の先には背景と同化したドアがあった。入ってみるか？入ろう。ドアを開けて中に入った。これはきっと墓地でしょうね。真っ暗だ。長い通路か。みんな大丈夫？はぐれてないかい？大丈夫にゃ！しっかり前の人の服掴んでるわ！なるほどな。背中がグザグザすると思ったら銀の爪でよ。やばい、ここの、九太郎さんと銀くんの会話、ちょこちょこあったんだな。好き。貴様ら、この程度の暗闇が苦手なのか？
ロッカーに閉じこもってた人は言うことが違うにゃん。あ、うっすらと明かりが見えてきました。来たね。あれは？細長い石のようなものが明るく照らされている。距離がつかみづらいが、かなり大きいぞ。お墓？誰かに調べてもらう。引っこ抜こう。誰かに調べてもらおう。誰か調べてきてもらえませんか？オーケーだ。おまわりさんが調べてきてあげるよ。その必要はないよ。あ、違うだ。あー、そうくんだったわ。その必要はないよ。見たままさ。石碑だよ。絶対緑だと思って喋り始めちゃった。そうさん。さすがに一人で行けるような明るさじゃないね、ここ。それにしても、なぜこんなものがここに？誘拐犯の挑発なんじゃないか？俺たちをここへ埋めるぞってな。はい、現れた、棺。またなんか明かりがついたにゃ。で、これは、緑なんでしょう。大きな箱のようなものがある。俺よりもでかい箱ぜよ。つまり、九太郎さんが入っても大丈夫っていうことなんだね。棺だ、宝箱だ、お弁当箱だ。あ、前お弁当箱だって言った時って誰が反応したんだっけ？さすがに違うと思うよみたいなことを誰かに言われた気がするな。じゃああれだ、宝箱だ。宝箱だ。サラちゃんはプラス思考だね。絶対いいものなんか入ってるわけないにゃい。開けるべきだろうか、これ。開けようぜ。どうせ入ってるのは緑だからな。箱の蓋をゆっくり開けた。手がミョーンって伸びてくるのに注意しようね。これは、人だ！人が入ってるぜよ！一体誰の？ででん、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 ででん。バカな！こいつは、あ、そうだよね！アリスさんは、日和そうっていう人間を殺してるはずなんだよ。だから、そうだよね。アリスさんにはめちゃめちゃ見覚えがあるはずだよね。いや、ソウ君も動揺するよね、そりゃね。で、ボン、ボン、ボンといっぱい出てくるよね。ここからいっぱい出てくるはず。いや、また箱が増えた！一体これは、どういうことぜよ！で、これも調べなきゃいけないのか。これは誰が入ってたんだっけ？開けてみようか。はい。あ、これあれだ、早坂だ。やっぱり人が、早坂メガネ。このメガネの人、どこかで見たことあるわ。スーツメガネにゃん。犠牲者のビデオ、最初の試練で亡くなった人だ。そうだにゃん。斧で、頭を。それにしては、外傷が一つもないよね。で、ボンボンボンいっぱい出てくるよね。もう、たくさん棺が！で、中にはピンク色の髪の女の子。棺の、あー、なるほど！いや、生きてたら返事するわ。ぎん。これだ、ピンク色の髪の女の子、女子中学生ぐらいだから、それ見て、そうくんが反応してるんでしょう。やばいね。こういうところにも、作り込みが、見える。すごい。青い髪の男性。息はしていない。大きな帽子をかぶった女性。まるで墓地だな。薄気味悪い。中にはフードをかぶった女の子。このフードは、そりゃ見覚えあるだろうね。だってノエルがつけてただろうから。緑髪の男性が入っている。もう一度調べるべきか。気になるところを探す。体に触ってみる。体に触ってみようと思って開けると、目が開いていて手が伸びてきます。どこか怪しいところは。こんにちは、緑さん。にゅん。あぁ！サラ姉ちゃん、どうしたわ？離れて！その人、動いた！全員動くんですよ。やだ、ミズが全員生きてる。ダンマルくんとまた会える。嬉しい。はい、こんにちは。分かっててもびっくりする。はじめまして、
サラさん。真っ暗だ、なんかごめんね。驚かしちゃったかな。死体じゃなかったぜ、ウキさん。この通り、元気ルンルンさ。楽しんでくれたかな。楽しめてたまるかぜよ、貴さん。何者かじゃ。あれ、やっぱり覚えてないか。全然いいけどね。僕は今回のフロアマスターだよ。よろしくね。フロアマスターだって。うん、棺で5時間も待ったんだ。じらすなんてひどいよ、みんな。さあさあ、もっとこっちへ集まって。シンも、ほら。僕を殺したアリスさんも。やはり貴様は本物の日より。そうか、時間はないんだ。そろそろ紹介させてもらうね。今回君たちをサポートする人形たちを。な、これは、最悪な寝覚めね。やってらんねえよ、こいつらのサポートなんて。まあいいじゃねえか。で、どいつが俺の相棒だ。相棒？こら、正確にはご主人様でしょ。君たちはサポートなんだから。ちょっと鼻詰まってきたわ。待ってくれ、サポートって彼らは。紹介するよ。彼らは人呼んでダミーズ。誰とも出会えずに死亡してしまった悲しき犠牲者さ。ああ、サラちゃんかわいい。安心して、私たちは味方だから。この頃猫かぶってますね。私の名前は。もちろん彼らは人形だからね。必要な情報は先にインプットしておいたよ。こんなの死者への冒涜だ。家に帰らせてくれ。今更あがいても無駄。今回みんなにはダミーズとペアを組んでゲームに挑んでもらいます。ペアだと。では運命の赤い糸作動。まあ前回と同様であれば、アンズちゃんと組むのがアリスさんで、車田さんと組むのがソウ君になるんじゃないかと思うけど、どうなる？首輪が。まあ、ランマル君でしょう、これは。そうだね。これは、待って、今スンって脳裏をよぎったんだけど、闇落ちサラちゃんと、闇落ちランマル君が掛け合わさったら、一緒に依存して闇落ちして、脱出しちゃうんじゃね？なんちゃって。そんなことあったら、どうしようね。悪くねえな。いやでもな、みんなで生きて帰りてえからな。赤い運命の糸で繋がれた人が、今回のペアさ。よろしくな。俺は車田だ。よろしく。やっぱりそうなるんだ。ああ、九太郎さんがご主人様ですね。私、舞です。仲良くしてくださいね。おお、そんなノリでええんかじゃ。ひなこ。中学生くらいか。君も大変だね。わ、私の相手殺人鬼？あ、アンズです。手柔らかに。殺人鬼だと？面と向かってそれは俺に聞く。やめろ。聞いてるんかい。結構メンタル弱いわ。私は早坂だ。参ったな。相手は子供か。参ってるのはこっちは。サラだっけ。俺はランマル。お前と同じ高校生。高校生か。よろしく。てんてんてん。チェンジで。あれ、この前チェンジでって言ったんだっけ。じゃ、ちょっと、黙っとこうか。なんか喋れよ。気まずいな。そんな気まずい関係から仲良くなって、サラちゃんのことを身を挺してでも守ろうと思っちゃうダマルくんになっちゃうんでしょ。知ってるよ。偉いぞ、みんな仲良くできそうだね。じゃあ最後に
僕も自己紹介するよ。日和そう。殺人鬼、やぶさめアリスに殺された、かわいそうな人形さ。と言っても、日和そうは僕にとっても過去の名前だね。だって、シンが大切に使ってくれてるんだもん。今更返せなんて言うつもりもないよ。月見シン、私たちの知るソウさんの本当の名前。日和ソウという偽名は彼から取ったんだ。ねえシン、カンナちゃんはかわいそうだったね。うるさい。すごくいい顔をしてるよ、今の君は。ほう。僕はお前なんて知らない。ただの敵だ。おおほほ。あ、そういう反応なんだ。成長したね。とにかく、呼び名がないのは不便だよね。ねえ、サラさん。君が代表して僕に新しい名前をつけてよ。さあ、ここでね、ちょっと、おまけパートで使うわって言ってたんですけど、ちょっとおまけパートを作る余裕が全然ないので、今回のパートで全部名前試していこうと思います。まずは、サラちゃん。自分と同じ名前をつけたいの？気持ち悪いね、サラさん。はい。で、これはダメですと。で、地動員もできるらしいね。地動員と。はい。君の婿養子にでも入ったみたいで嫌だね。他の名前にしてよ。結構嫌って言うことあるんだな。地動員はダメ。で、地動員サラっていうフルネームも反応するらしい。はい。思い出して！地動員サラは君だよ！そりゃそう。で、じゃあ、ジョー。え、でも、ジョー君って忘れてるよね？あの、サラちゃん存在を。どうなんだろう？反応する？ジョー君は明るくていい子だったね。すごく残念だよ。でも、サラちゃん覚えてないんだよ。無意識にジョーという名前をつけようとしてるって思ったらすごい切なくない？なんだこれ。で、タズナ。タズナも、あ、いいんだ。タズナも反応するって。タズナ。はい。タズナはジョー君の名前だね。さすがに却下するよ。タズナ、ジョー。ジョー。タズナ、ジョーって生存者がいたことを忘れたの？他の名前にしてよ。いや、もうサラちゃん忘れてるんよ。だからいいんじゃない？別にその名前でも。他の人たちが気まずいかもしれないけど。で、刑事。はい。おまわりさん困っちゃうなーなんてね。他の名前にしてよ。で、刑事さんはダメで、しのぎ。しのぎも反応するかな？どうかな？しのぎは刑事さんのせいだね。さすがに却下するよ。まあ、こういう系はさすがに却下するよって言われるんだな。しのぎ、刑事。はい。しのぎ、刑事。スケコマシっぽい名前で好きじゃないな。他の名前にしてよ。そういう理由で却下するんだ。で、続いて、カンナ。行こう。はい。カンナちゃんが悲しむよ。僕みたいな奴にはもっとくだらない名前でいいかな。あ、ん？自己肯定感高いようで低いんだな、この人。キズチ。ち。キズチはカンナちゃん姉妹のせいだね。さすがに却下するよ。じゃあ、キズチ、カンナ。かーんな。木槌かんなか。バケツを持ってないんだ。他の名前にしてよ。そういう反応、いいね。なんか、ちゃんと一言添えてくれるのが楽しいわ。これ。で、続いて、バーガーバーグは反応するんだって。バーガーバーグは Q 太郎さんのせいだね。さすがに却下するよ。なるほど。Q 太郎は反応しないらしいよ。あ、Q 太郎いいんだね。なんでいいんだろうね。なんか意味あんのかな。んでもって、そうくんの名前。まあ、日和そうって君の名前だけど。そうは真にあげたんだ。彼はもうすでにそうだからね。
じゃあ、ひよりそうにしてみる？同じこと言うかな。ひよりそう。おい。あれ？話聞いてたかな？ひよりそうはもう僕は使えないんだ。なるほど。続いて、レコ。レコさん。いや、これね、レコか。姉御肌のボンゴ奏者しかつけれない名前さ。別の名前をつけてよ。あ、いいね。これはですね、コメントでね、この名前が反応しますっていうのをまとめてくれてた方がいらっしゃったんですよ。ありがとうございます。確かに何が反応するかなって全部やってたらキリがないもんね。やーぶー。いや、すごい助かりました。さーめ。やぶさめ。はい。やぶさめは僕を殺したあの兄弟のせいだね。さすがに却下するよ。やぶさめレコ。はい。やぶさめレコか。僕はバンギャじゃないし、他の名前にしてよ。バンギャだったらいいんだ。じゃあ、やぶさめ、アリスにしようか。アーリス。やぶさめアリスか。個人的にとっても恨んでるけど、今は仕事だからね。とにかく別の名前にしてよ。なるほど。じゃあ、アリスさんの名前だけにしようか。アーリス。アーリス。冗談じゃない。僕は彼に殺されたんだ。怒ってるんだよ、これでも。うん、怒ってそうだね。なんか、笑顔で人を殺しそうだもんね。なんかね。なおちゃん。次、なおちゃんだね。なお。ほい。なおちゃんは心根の優しい女の子だったね。精神を迎える前に死ぬなんて残酷だ。そうか、美大生って言ってたもんね。だから、まあ、高校教師三島先生の、まあ、教え子で卒業して今美大生だから、きっとまだ大学1年生とか2年生だったんでしょうね。そっか、二十歳になってなかったんだ、なおちゃんって。いや、そんな人をこんなものに巻き込んで殺すなんて最低だぜ。で、なおちゃんを試したから、絵心。絵心はなおさんのせいだよね。悔い改めて考え直そうよ。ああ、言い方ちょっと違ったね。絵心、なお。なお。ほい。絵心なおか。僕は絵よりも立体を作る方が好きさ。他の名前にしてよ。なるほど。立体を作るってそのダミーズとかそういうなんか人間的な部分の 3D 系が好きなのかな。なんかね、人間の性格や、その、人体の中身が知りたくて仕方ないみたいな感じの人だもんね、緑ってね。で、続いて、貝。貝でいこう。貝。はい、貝さんです！なんてね。僕が名乗るのは申し訳ないよ。なるほどね。で、佐藤。佐藤。あはは。やだよ。佐藤なんてこっちからすればガシューさんと同じせいだからね。そうだよね。佐藤海も佐藤ガシューも同じだわな。じゃあ、佐藤海。佐藤海か。うまく料理を作れる気がしないし、他の名前にしてよ。なるほど。で、佐藤ガシューもじゃあ反応するのかな？佐藤ガシュガシューさん？あんな立派なカニヒゲは生やせそうにないし、別の名前にしてよ。なるほど。ちゃんと反応するんだな。佐藤ガシューで、銀くん。銀くんだね。銀。僕は銀じゃないにゃん！ワンワン！なんてね。別の名前にしてよ。やだ、なんか、可愛くない。私のさじ加減なんだけどね。いぶし。いぶし。はい。いぶしは銀くんのせいだね。考え直そうワン。割と恥ずかしげもなく言うんだね。ワンとかニャンとか。いや、銀くんが言うなら何でも可愛いから OK なんですけど。いぶし銀か。僕大人だから猫の真似はきついよ。他の名前にしてほしいな。さっきまでやってたよ、君。で、次はな、ホエミ、ノエル、ハンナキあたりがわかるらしい。ホエミ、ほい。ホエミーか。綺麗だとは思うけど、性格が怖いよね。別の名前にしてよ。これさ、涙みちるとかさ、なんだっけ。あー、名前。
いやー、フォエミーの名前忘れた。なんとかエミリーみたいな名前だったよね。あ、ハライエミリーだ。ちょっとハライエミリーって打ってみようか。反応するのかな？あ、これは反応しないんだ。ハライエミリーはいい名前だね。本当にそれを名乗っていいのかいになる。涙みちるも最初にやっておこうか、じゃあ。あ、いいんだね。涙みちるって名乗ってくれって言ったらさ、あれだよね。あの、引き抜きリストのところに涙みちるってあった。ええー、ってなるよね、多分ね。で、じゃあ、ハンナキーかな。ハンナキー。はい。ハンナキーか。見た目がちょっと怖いよね。別の名前にしてよ。見た目がちょっと怖い。あー、んー、そうかな。別に怖くないと思うけど。目は死んでるけどね。で、ノエルか。はい。ノエルか。整えるって名前の人形がいたでしょ？同じ型番じゃないからやめてほしいな。あ、型番ってこの時点で言ってるからやっぱ人形なんだって思っちゃうね。これロエルはどうなるの？ロエル。ロエルは反応する？ロエル。ほい。ロエルか。心得るって名前の人形がいたでしょ？ハンナキーに悪いしやめてほしいな。あ、ロエルも反応するんだ。すごいね。で、他は誰かいたかな？あれ、ただのガシューさんって試したっけ？ああ、そうだ。言ってるわ。で、他のダミーズのメンバーと同じ名前にしても、いいって言うのかな？あ、車田さんの名前を名乗って、車田が車田に対して怒ってるみたいなことはあっても全然面白いけど。他のダミーズの名前は反応しないっぽいですね。あ、あれは？極上忍とか。忍とか打ってみる？あ、いいのか。極上忍はいいんだ。他は特に反応しなさそうだね。っていうことで、あとラストですね、これが。これも反応するらしいですよ。主。別の名前にしてよ。あー、すごい！別の名前に、無言で別の名前にしてって言うんだ。だってこれから主出てきちゃうから頼むよ、みたいなそういうさ、ニュアンスがこもってる感じして面白いね。もう、どうしようかな。もう別に名前パパでもママでも笑わずにできる自信があるんだけどさ。ま、さすがに緑でいっか。ここまで来たらね。はい。緑か。いい名前だね。本当にそれをあ、ワカメでもいいな。ワカメにしようかな。なんか、確かね、銀くんワカメ頭って言ってたよね。ワカメでいい名前って言ってくれるのちょっと優しい気がするわ。ワカメか。いい名前だね。本当にそれを名乗っていいのかい？いや、おとなしく緑にするわ。はい、緑にします。ありがとう。素敵な名前をもらえて嬉しいよ。それで、今回はどんなことをさせる気かな？待ちきれないよね。安心して、すっごく簡単なボーナスゲームだよ。力を合わせて、ある標的を殺してもらうだけの、いわば狩りさ。の方法は自由。撃っても刺しても殴っても締めても、何でもあり。間接的とはいえ、もう何人も殺してるみんなにしてみれば余裕だよね。一体、誰を？標的はしのぎ刑事。なんちゃって。ドキッとしたかい、サラさん。冗談に決まってるよね。仲間を殺させるなんてさ。話を進めて、鬱陶しい。騙された。鬱陶しい。フロアマスターの割には鬱陶しいんだな。あれ、私、前にも鬱陶しいって言ったような気がするな。騙されたって言えばよかったかな。怒ったサラさんも可愛いって、ホエミーが言ってたよ。標的は緑さ。つまり僕を殺せばいいんだ。なんだって。ダメダメ。二度は言わないよ。さあ、サブゲーム。人殺しゲームを開始しよう。極上の殺意を。待ってるよ。待て！説明は終わりなのか？日和、そう。いや、緑を
殺す。いいのか？今のが一番のチャンスだったかもしれねえぜ。なもん、急に言われてできるかぜよ。多分あいつ、このフロアの一番奥まで逃げてったよ。仕方ないか。まず私たちが持ってる情報を君たちに提供するよ。ていうか、ひなこちゃんはさ、人間じゃん。これさ、乱丸くんを助けるための機械のことについて知ってたのも、ひなこちゃんが人間で、そっち側の人間だからってことだよね。そっちのアスナロ側の人だからってことだよね。でもそうやって見てらんないって言ってさ、乱丸くんのこと助けてくれたりさ、その、乱丸くんに対して、その、選ばれないからっていう理由で、棺にココアをかけてくれてるって思うと、なんか、乱丸くんに対して、ひなこちゃんはなんかいい感情を持っててくれてたのかなって感じするよね。それとも、まあ、ダミーズ全体に対して、ちょっと情が芽生えちゃってたのかな？うん。ん？まだ他にも情報が。そうなの、あいつめんどいから、詳しい説明は私たちがしろってさ。どうやら。話を聞いた方がいいみたいだね、サラちゃん。はい。うん、うん、うん。まあ、今回はじゃあこれで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。まあ、いろいろパターン試したから時間かかっちゃったと思うんですけど、こうやってさ、今まで出会ったキャラクターたちを入力することで、セリフの反応が違うっていうのめちゃくちゃ面白いよね。いや、しかも最初から結構展開違うじゃん？まあ、道筋的には同じなんだろうけどさ。だし、サラちゃんとランマルくんの闇落ちエンドある気がしてる。だって、サラちゃんジョーくんのこと忘れちゃってたら勝率 15% になって、なんか何でも犠牲にするみたいな感じになっちゃったじゃん。なんか強強サラちゃんになっちゃったらランマルくんと一緒に脱出も悪くねえなとかって思っちゃうかもしれないじゃん。っていうね。まあそういうのもあったらいいななんて思いつつ、次回またやっていこうと思います。では、お疲れ様でした。ではまた次回、おつぴよでーす。